者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。さて今日はスポーツの日っていうことでね、スポーツと口元のこう関連性っていうこと、以前にもまあお話ししたことがあるんで、またその話かよっていう人もいるかもしれませんが、まあ大事なことなんでね、まあ噛み合わせっていうのがね、結局スポーツと何で関係あるかっていうことなんですけど、やっぱりしっかり噛める方が力を入れやすい。極論の話言います。例えばあなたの歯が全てなくなって、歯が全部なくなって添い入れ歯状態、歯茎だけの状態で全然噛めない状態だとします。そこで上にも下にも入れ歯も入れず、歯茎だけの状態で、何も入れずですよ、歯茎だけの状態で、重量上げをしてくださいとか、ウェイトリフティングですよね、グイッとこうバーベル乗って食いしばれないですよね。イメージが湧かないっていうんだったら、今ちょっとお高くなったけど、お米のね、米何キロとかああいうやつをね、抱えるっていうのをね、食いしばることなしに何キロっていう重さのものを持ち上げるってことを想像してみてください。やっぱり食いしばれないと力が入れにくいですよね。なんだったら今歯がないっていうのをイメージしてって言いましたけど、口をポカーンと開けたまま食いしばったり噛みしめることなしに重い荷物を持ってくださいって言われると、なかなか難しいんじゃないでしょうか。やっぱりすっごい重い石、漬物石みたいなでっかいのとかじゃないけどね、まあそんな石どこで見かけることがあるんだとは思うけれど、まあそういうすごい重いものを持ち上げるときって、やっぱり食いしばるっていうのをイメージ湧きやすいんじゃないでしょうか。体にぐっと全身に力を入れる、瞬発的にしっかり力を出す、そういったときにぐっとしっかり噛める口元っていうのはやっぱり大事なんです。歯並びっていう部分なんかもやっぱりあるとは思うんですが、歯並びっていう部分が悪くても悪いなりにしっかり噛めてるのか、それとも本当にガタガタでどこにも力がこううまく入らないような、見た目だけじゃなくて機能的にも悪い歯並びなのか、例えば見た目は悪くてもそれぞれの歯がしっかり噛んでてバランスよく力が入れるんであれば、それは見た目はともかく機能的には噛めてる歯っていう言い方ができると、個性正常高校なんて言ってもいいんじゃないかなっていう部分は出てきますが、見た目だけじゃなく本当に噛めてない、ね、噛もうとしたら極論上下の歯一点でしか当たらないなんていうのは、これはとてもじゃないけど正常に噛めてるなんて言えませんからね。これがやっぱり運動するときに非常に有効になるわけです。マウスピースとかそういったものも役に立ったりします。アメリカンフットボールとかね、ラグビーとかスポーツ用のマウスピースっていうのがこう結構いろいろあると思いますが、あれは激突時の歯を守るっていうだけじゃなくって、こう力を入れて相手に対してタックル、アタックするっていうような時に力が入れやすい、それのサポートっていう意味もあったりもします。まあ、逆に言うとそれによって噛み合わせがマウスピースによってね補助されて、だから力が出しやすくなる、それによってゴルフだと飛距離が伸びちゃったりするなんてこともあったりします。ですから大会によってはゴルフだとマウスピースの使用は禁止されてたりします。それがプロなのかアマチュアなのか、そういった部分によっても変わってくるとは思いますが、マウスピースの使用が OK ならそれは使った方が力は入れやすいですよと。ですから、まあ、野球の選手なんかでもね、こうバッターマウスピースなんかを入れてバッティングする人もいますよね。そういったのもやっぱりインパクトの瞬間にやっぱり力をその方が入れやすいという部分もあったりする。まあそういった口の中にマウスピースが入る違和感の方が嫌だっていう人も当然いるとは思うんで、これはまあケースバイケース、取捨選択ってことにはなってくるとは思いますが、でも噛み合わせを整える、よく噛めるということがスポーツに対する影響、特にこういった力がグッと入る瞬間に、ね、影響が与えそうだってのはなんとなく分かったんじゃないかと思います。しっかりした噛み合わせ、それを求めて、ねやっていきたいなっていう人はぜひご相談くださいじゃないけれど、僕はこういった噛み合わせとか得意分野でやってますんでね、強制ではない形だけど噛み合わせ、そういった部分で気になる人っていうのはやっぱり歯医者さんに行って相談をして、自分の場合はどうなのか考えていくといいと思います。そして
スポーツによってそれが許可されるんであれば、そういったマウスピースの使用っていうのが役立つっていうこと、これも覚えておくといいんじゃないかなと思います。今日はこの辺で失礼いたします。